なんだろうな、ラジオ俺は聞いてて思うんですけど、うん、やっぱり結構自信過剰じゃないけど、うん、やっぱり独自のやっぱり路線にね走りすぎるのもやっぱ怖いから、うん、常にいろんな人の意見を聞いて、うん、でいろんな、まあ、本っていうかね、いろんな経験を積んで、うん、勉強したいな、知識を、うんうん、それね最近丸くなったな、うん、今までは本当ね負けず嫌いなだけなところあったけどね、うん、やっぱ最近は違うね、ここ3年ぐらい、うんうん、3年ぐらい変わってきたな、うん、やっぱストイックっていうか違うね、何でもいいけど本気で芸術やりたい人と中途半端な人、うん、本当違うね、人の意見聞いても、うん、自分がそれを聞き入れるかどうかって別の話でしょ、うん、だから 聞けばいいと思うんだよね僕は、うん、素直にね、とりあえず一回 聞くだけでもね、そう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 、でそれが自分に合うか合わないかとかあるかもしれないけれども、うん、大体でも人って自分の持ってないものを持ってるからね、めっけもんだと思うよ、うん、言ってくれる人ってね、うん、まあだから言い方にもよるけどね、ただ単なるだから闇で言う人もいる、うん、あるね、そういうのはやっぱ嫌じゃん、嫌、うん、だっていうか、うん、あるある、うん、まあ、そういうのはね問題だけど、うん、まあありますね、言いたいことを言ってるだけで、うん、ちゃんとやっぱ親身な答えが、うん、答えをくれる人は本当大事にしたい、まあそうだね、うんうん、まあでもそういう人の意見を引き出せるのもその人の人柄ですので、大事なんだね、人柄って当たり前のことだって、例えば渡辺が人から信頼されなかったら、うん、やっぱちゃんとしたことを言おうと思わないで、まあだって人間関係が結構全てのところあるからね、美術界は、まああるね、ね、作品よりもコネが大事だったり、今日もね、いろいろな話を聞いてて、そうですね、うん、今日もこの業界はやっぱこうだと思いました、こうだと思いましたね、うん、先生の新年会とかに呼ばれて、そうですよ、今日はもうそもそも新年会でね、まあ、先生が、そもそもさ、はい、来る人と来ない人いるやん、まあ、せっかく呼ばれてんのにで、ね、呼ばれてんのにね、ね、いるわけじゃないですか、うん、でまずその単純に呼ばれたことが光栄ですけれども、うん、それで行ってみると付き合いが大事だというのはよくわかるんですよね、大事だね、うん、であいつは今やってるとかやってないとかさ、やっぱ気にかけてんのね、ここが俺 ね、やっぱすごいなって思ったね、うん、ね、うん、気にかけてるというか、そう、知らない人のな話がどんぐらい出たかって思うよね、結構出たよ、うん、もう知らない人ばっかり来たんだけどさ、で手紙が来た、来た、来てないとかさ、うん、死んだ、死んでないとかさ、ね、うん、でもやっぱ作家同士は敵ではあるけれども、うん、味方でもあるし、だから仲間だよね、うん、さっき俺もは、うん、もう言ったけどさ、うん、そのまあ、傷の舐め合いすぎると怖いけど、うん、まあ、やっぱ大事なんですよ、支え合いは、ね、支え合いは、まあ、そう、敵だとしてもライバルっていうだけであって、うん、やっぱまあ大きい目で見ると仲間じゃないですか、だから、まあ、言ってみればだからそういういい関係を持てるやっぱり仲間を増やさなきゃいけないっていうことだよね、まあ、中にはさ、そうですね、もう本当に、うん、もう顔を見たくないっていう人とかいるじゃないですか、まあ、ありますよね、あの話を聞いたりとかさとか、ね、経営の中というか、まあ、うん、まあ、相性もあるし、相性もあるし、だからそれは仕方ない部分はね、うん、あるけどね、まあ、そこまでは無理に付き合う必要はないとは思うけれども、まあ、まあ、中にはさ気の合う人もいれば、うんうんうん、あのいるわけじゃない、本当にさ、うんうん、お互いを高め合っていけるような、もう超理想ね、高め合う人がいたら、うん、水と魚みたいな関係の人同士みたいなのあるわけじゃないですか、だからね、今日もそういう新年会だったんですけれどもね、そうでしたね、非常にね思いました、思う、うん、僕は美術団体には所属しないけれども、僕も所属する気はないけれども、ね、でもそれが、そればっかりが付き合いじゃないからね、団体に所属してないからこそ本当に1対1のさ、うん、個人の関係で付き合えるかもしれないわけじゃないですか、本当に、まあ今日はそうだね、あなたが言ったね、ね、うん、なおさら、ね、あとやっぱ生きるって大変だと思うしね、うん、そうだ ね、でなかなかさ、ね、上から見ていくとさ、うん、結構年がこう空いちゃってる世代とかあるわけじゃない、ありましたね、だからあれを飛び越えてさ
自分が呼ばれたっていうことはさ、うん、呼ばれても出会えたってこと、出会えたってことはね、貴重なことだし、貴重だと思いますよ、ね、僕の上の人たちはなんか信頼できる人たちいなかったのかとか思うわけじゃないですかまあ、ね、あの上の世代の人たちはって結構飛んじゃうからね。そうですね、龍神さんからまあ一番近いあの人までのあれは飛んでましたね、結構、うん、飛んでましたよね。だからちょっとびっくりして、まあまあ来れなかったっていう人もね、用意したって、まあ、もうその話いくつか聞きましたけれどもね。だからやっぱりね、あの美術やる人はたくさんいるけれども、あの、いやだから、あ、でもね、僕ね今日ね、うん、話聞きながら思ってて、はい、これ面白い共通点だなと思ったのが、は、意外に落ちこぼれ、当時の落ちこぼれの人の方が今続けてやってるっていう事実、言ってましたね、はい、あれはね結構真理なのかなと思って。なんだろうね、まあ多分、いや、まあ落ちこぼれって言っても、うん、多分まあいろんな落ちこぼれがね、うん、あると思うんだけど、うん、でもまあそうですね、それは共通かもしれない、うん、でうちの先生はさ、うちの先生のすごいところはさ、うん、そういう落ちこぼれの人たちをちゃんと救って、うん、元の道へ戻してるわけじゃない、うんうん、ああいう辛抱強さ、修正のうまさっていうのがね、うん、まあ、あるかもしれない。普通の人だったらやっぱ見捨てちゃうじゃん、うん、あいつは見込みないしって言って、まあ、俺の見込みたいっていうか、でも態度だよね、うん、あ、態度ね、うん、学校来てなかったりとか、ね、うん、まあでもそういうのを考えるとね、あれはあれってすごい面白いなと思って、面白かった、ね、何十年か分の先のさ、うん、なんか人生の凝縮図を見てるようでさ、そうだね、それちょっと切ないけど、でもそうだと思う、うん、あれは人生の凝縮図、うん、だって俗に言うほら、学年に一人っていう人たちが集まってるわけだから、そう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 、ね、よくまあ美大では、ね、うん、各学年一人作家になればいいんだよみたいな話が毎年出るんですけど、うんうん、出ますね、はい、だからまさにそういう今日は回だったのかな、まさにそれを見た感じだったよね、はい、本当に各学年代表が来たって、だからそれは、まあ、まあまだ僕たちはね学生ですけど、うん、光栄なことかもね、呼ばれたってことは確かに、まあそうだよね、うんうん、僕なんか3年連続で呼ばれたんですけど、正直ね、参加してるしちゃんと、うん、そう、正直ね、なんで僕がって感じだったの最初、わけ分かんなかった、うん、理由がね、うん、他にいいやついっぱいいるやんみたいなねまあいいやつ、うん、だって僕なんて本当落ちこぼれでさ C でしたから、評価C でしたよ、ね、まあだからまあいいんだけどね、僕は呼んでくださっていろいろ貴重な体験しましたね、はい、大事でしたね今日は、うん、はい、でも飲み遂げる人がほとんどいないっていうあのエピソードもね、うん、ちょっとグッときましたね、毛を剃るぐらいなら誰でもできるとか、ヒノキを切るには10年かかるどんだけ奥が深いんだ飲み遂げの道は、奥深いでしょうね、やっぱり、ね、あ、口調キー掘るまでに何年かかるんだよって感じだよね、そういうのはやっぱあるよね、まあそろそろまとめないと、そうですね、まとめます、うん、まとめますかね、うん、そろそろあの渡辺くんの訴えをまた聞かないと、何訴え、なんかバツンと言っちゃいましょうよ、いや訴えってかもう、いやでも今日言いましたよ、うん、あ、もう言った、もう結構もう満足、ご満悦ですか、ご満悦というか、うん、でもまあ今日龍神さんと、うん、あの話したいことは結構言えたかなと、うん、バツンというかだからあとは、うん、だからもっともっとだから本気になってほしいし、そういう人たちが集まればまさに相乗効果で俺も負けてらんねえってなるし、とにかくもう良くも悪くもやっぱりやる気を見せてほしいかなはいはい、いや龍神さんはガツンとなんかじゃ言ってください、バツンと、はい、バツンと言ってください、一番トップなんですから今博士で一番トップなんですから言っちゃってくださいよ、ことわざというかね、僕の昔見た映画でね、はい、すごい好きなセリフがあるんですけどね、はい、ハゲてるアメリカ人の俳優のシルベスター・スタロンじゃなくて、名前出てこねえや、名前出てこない、あのさ、誰ハゲてる、あのハゲてる人いるよねめっちゃ顔出てくんだけどな、まあ、映画だけせめて、まあ、何の映画、なんとかの要塞っていうさ、やべえ、なんだっけ、なんとかありますダメだ、本当に出てこねえ、なんかね、元軍人でね、テロリスト犯をぶっ殺しちゃう映画なんですよ、はい、そういう映画で、そのぶっ殺しちゃった人は
体が凶器であるにもかかわらず暴力を振るったから罪だっていう、はい、そういう映画、うん、だから銃刀法違反みたいな罪で捕まっちゃうんですよ、はいはいはい、なんつったっけあの主人公あのデストロイヤーなんてかとか出てこねえや、まあ、その主人公が主人公の、はい、そうそうそうごめんごめんバツンと言っちゃうシーンだったね、はい、バツンと言っちゃって好きなセリフがあるんですよ、はい、息子に言うの野球好きの息子に言うの一番のプレイヤーは楽しんだプレイヤーだって言ってということで、はい、あの彫刻もアートも、まあ、一番楽しんだ人は勝ちかなっていうのがバツンと言えなかったけどいやでもまあその通り僕のバツンですね、うん、その通り、うん、ぐじぐじ言ってるやつ大嫌いだねだから楽しんでるもう一番楽しんだやつは勝ち、うん、勝ちだねもう周りにどう言われようが ねだって考えてごらんあの彫刻やってる学生なんか苦痛っぽいじゃないですか顔がわかる 何頑張っちゃってるの特にうちの大学は苦痛っぽい ねその何好きなことをやるために大学せっかく来たのにその時間になんか楽しそうな顔してないのっていう顔を見ると僕はいつも思うんですバイト大変だなとかじゃなくてバイトやってるからこそやれる時にが一番楽しい時間じゃなきゃいけないんじゃないかなっていうかもう何が好きなのみんなさんはもうそこだ ね二度と戻ってこないんだから ねこの時間は美術が好きなんで美大来てるんだからもう楽しんでください、うんね、お酒飲んでる時ぐらいに楽しい思いしてくださいよもうアルコールなくてもっていうのが僕のバツンです。いやもうそんな感じだと思います、はい、じゃあ今日この辺で、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また来てください。はい、はい。